皆さんこんにちは。こんにちは。東京倉庫の斉藤です。山本です。はい、ということで本日も女体の生態絶対知りたいお届けしていきたいと思います。はい、はい、ということで今週お届けするテーマはあなたのおっぱいの形を教えてですよ。はい、いかがですか。でもお兄さんの好きなおっぱいですよ。結構聞いて答えてくれるもんなんですか。まあ答えてくれたのかちょっと気になりますよね。まあいきなりどんな形ですかって言ってこんな形ですっていうことは難しいと思いますので、今回は全部で6種類のおっぱいの型っていうのが実際にあるので、その型から選んでいただく方式を取りました。はい、はい、6種類こっちの方が答えやすいです。まあ選択式ですからね。指差しやすい。そうそうそう、まあ、こちらのね6種類があるんですよ。なのでこちらと照らし合わせながら見ていただきたいと思います。理想は理想これ一緒。あ、B タイプ。ちなみに現在はどれに近いと思いますか。これか、これか、この中だったら。これかな。B タイプで E タイプ。あれ、ポッケがここにある。老廃物を流してここにポッケがあって、そのゴミ箱が老廃物を流してみたいな、いろいろマッサージ方法みたいのがあって、そう変わります。張りが？張り、そうですね。なんか体調によっても違うんですけど。現在はどれに近いと思います？知らない。え、かおちゃんこれだと思うんだけど。そんなない、そんなないよ、そんなないよ。私これ、私これ。お皿。私それ。ブラの中にお肉を入れるみたいなやつは一応やってます。ブラつけるときってちょっと下向いて、下向いてこうやってやっぱり、後ろでつけるってこと。つけてからつけてからね、なるほど、回してから、こう脇のお肉とかを入れる感じで。はい、はい、ということで意外と答えてくれましたね。意外とフランクな今出た中では、まあB タイプの半球型、いわゆるお椀型って言われるものと、はい、C タイプの円錐型っていうのが出てきてましたけど、ヤマピー的には6型のうちどれが好みですか。はい、6だと B か、まあ、B。 釣り鐘型って結構ちょっとびっくりすると思うよ。日本人にはあんまりいないタイプなんですよ。はいはいはい、日本人に多いのは B の半球型なの、お椀型でまん丸い感じのが多いんですけど、はい、この D タイプってなんていうボリュームクイッとクイッとだって、だとしたらやっぱ B タイプ半球お椀ですね。なるほどね。だいたい男はそうなんじゃないですか。うん、でもさ、結構さエロゲーとかさ、はい、あのエロ系の漫画とかさ、はい、見るとさロケットっぽいさ、おっぱいのやつない、突き出てるやつありますね。あるじゃん。あれは男性の願望なんじゃないかなって私はちょっと思ってたんだけど、でもそんなに興味ないっていうか、うん、やっぱお椀ですね。ロケット型ってなんか突き出てる自己主張が強い、うん、もっと奥ゆかしいものであるべきなんですよ、おっぱいって。でもさ、突き出てるとさ、なんかこうさ吸い付きたくなるみたいなさ、その子供なんかそういう生態的なさ、本能的なものがこう反応することはないの。はい、あんまりないですね、僕的には。でも触ってみたいとは思いますよ、どの形でも。うん、でもロケットっていうのはでしょ、なんないの。ロケットの先端なぞるみたいな、ないですね。お椀型をもうなんかお椀型どういう風にする、あなたは。こうこれフォークじゃないの。ストまあフォーク、これストレートなの。私はあんま詳しくない。まあ、わしづかむ。これ松坂のやつじゃないの。そうです、そうだよね。そうです。あなたはよく落ちる方、よくお椀型のおっぱいを落とす、ね、落とそう。いやいや、でもちゃんとわしづかむ。これで乳首はどの辺に位置するの。ここから出てくるの。あー、こっからだ、こうですか。どれだろう。いや、ヤギ型です。でも A かそしたら。私こっちかこっちだ。あ、いいな、どっちだろう。半球か。
ますね。受ける、全然わからん、わからんか、え、ビリかな、わからん、あ、ハト胸やから、ハト胸、ハト胸ってことはこれ、これが近い感じですか。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね、釣り鐘型ですか。そうかもね、さやかそうじゃない、あやこれやな、うちこっちやと思った、うん、自分で、そうやな、私こっちぐらいかな、 C ぐらい、じゃあ C、このあたりですか、 C、D、D ぐらい、あ、なるほど、ありがとうございます。友達のこと言ってたじゃないですか、うんうん、そういうなんか友達とか女同士でチェックし合うってあるんですか、形を。あ、でもね、私結構見て記憶してたりするよ、 あの子はそういえばって。そう、 あるんですか。あるあるある。それはもう銭湯とかそういう温泉行ったりとかそチェックするんですか。やっぱおっぱいはね、うん、見ちゃう。やっぱおっぱいと乳首の色は見ちゃう。あ、見るんですね、うん、やっぱ見るよ。え、全然知らない人とか脱衣所とかで、見る見る見る。でやっぱり知らない人、観光地の温泉とか行くとやっぱり外国の方が多いわけですよ、はいはいはい、そうするとねやっぱりね形違うのよね。あ、やっぱり、うん、外国の方はねEタイプの三角形とか、はいはいはい、あとロケット型がやっぱり多いです。あ、やっぱそういう種類っていうか、そう、全然やっぱ違うよ、うん、え、全然知らない人の乳をおっぱい見て、うん、お、いい乳してるなとか思うんですか、うん、あるあるある、女で、うん、もう、そう、おってこうなるよ、前に出てくる感じ。前に何が、気持ちが、気持ちが。あ、でも出る出る。あ、そうなんですか。おっぱいすごい好きだから。あ、それはりょうこさんというわけでですね、今回まあ多くの女性の方にお答えいただきましたけれども、ね、まあ統計を取りましたところですね、B 型の半球型、これが、まあ、銀座平均です。銀座で統計を取ったところ 48% の方、約半分ですね、 B のお椀型半球型でございました。で続いて C の円錐型、こちら 23%、はいはい、続きまして D の釣り鐘型、こちらが意外にも 18% ということですね、うん、まあ、A のお皿型と、まあ、E の、 あの三角型、こちらは 6%、 5% ということで、うん、まあ、ほぼほぼ少ない。残念ながらヤギ型の方はこの世代にはあのいらっしゃらなかったということで、もっと上の、そうですね、もうちょっと、ね、お年の方が上に行かれるとあるんじゃないでしょうか、うん、ということでやっぱりあの日本の平均的な B 半球型お椀型が、まあ、銀座でも一番多かったという結果が出ております、はい、でですね、はい、今回私新しくですね銀座の形っていうのをちょっと定めたいなと思いまして、その調べた中で平均みたいな、はい、銀座型です、はいはい、どういった形かと言いますと、まあ、B タイプの、まあ、ふっくらと盛り上がっているようなこうお椀を伏せたような形であるお椀型と、まあ、次に多かった C タイプの、まあ、上にちょっと突き出たようなバスト、うん、ロケット乳、こちら組み合わせた形になりまして、はい、でそこにまあ銀座ならではの高級感っていうのもちょっとプラスしてみたんですね、うん、はい、それが、ワイングラス型、あ、ワイングラス型です、はい、であのちょうどよかったワイングラス見つけてまいりました、はい、それがこちらです、バカラオノロジーブルゴーニュワイングラス、こちらの形がですねちょうどお椀型と、ロケット型の、まあ、中間という形になります、はい、まあ、まあこういうことですか、まあ、こういうことでしょうかね、はい、なので、まあバカラのショップに行かれましたら、まあ、ブルゴーニュのワイングラスの方を探していただきますと、まあ、これがだいたい銀座の女性の平均的なおっぱいの形なんだなっていうことがお分かりいただけるかと思います、うん、Amazon の方でもですね1万7000円ぐらいでこちら販売されてますので、まあ一家に1台銀座のおっぱい一脚みたいなふうに思われる方はクリックして購入いただいてもいいかと思います、はい、まあね、本当銀座らしい高級感あふれる、まあね、東京駅の近くにも、うん、あのバカラの食堂さんでそちらでお手に取っていただくのもよろしいんじゃないかと思います、うん、はい、まあ、銀座型は、まあ、通称ワイングラス型ということです、はい、定めさせていただきます、はい、ということで、はい、今回も山本くん勉強になりましたか。そうですね、銀座のおっぱいは、うん、はい、高級、そういうことです、うん、ワイングラス型です、はい、ということで今週もお送りしてきましたけれども、また次回
女体の生態探ってまいりたいと思います。ということで皆さん、ごきげんよう。